完全にだ。マダコのコンビ。なんでマダコのコンビ。おいしそう。ラグが届いたのでマイチェアの上に置いてみました。可愛すぎる、大満足です。以前ホテルに泊まって企業様に依頼された動画制作をしていますという Vlog を出したと思うんですけど、その動画を企業様がとっても気に入ってくださって、なんとこんな素敵な大きな花束を送ってくださいました。びっくり、とっても素敵。それで一緒にメッセージカードもいただいてしまいました。こんなこと初めてなのでとってもびっくりしてますし、嬉しいですね。なんか自分が作ったものが、こんなに喜んでいただけるなんて本当に頑張ってよかったなって思ってます。私が作った動画は企業様のチャンネルですでに公開されてますので、概要欄にリンク貼ってますので、もし見たい方がいたら見に行ってみてください。今月6回目、最後の花の日で選んできたお花は小さめのひまわり16本とユリ5本です。
설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 네, 先ほど選んできたお花たちを飾ってみました。で、私はこの日比谷花壇系列のお花の定額制アプリ花の日っていうものを6月の1日からやってみたんですけど、行こう花屋プラン月額15,878円で月6回まで1回あたり6600円までお好きな切り花選び放題っていうプランをやってみました。それでそのレビューをしますねっていうことで皆さんにお伝えしたと思うんですけど、正直な感想を言いますとめちゃくちゃいいです。私はこのサブスクを今後も続けていくことに決めました。税込み 17,465円で1回あたり6600円分のお花が選べるので 55% オフになってすごくお得だし、あとは今6月で結構お花が傷みやすい時期なんですけど、常にこれぐらいのお花が家にある状態でお花が1本も家にないということはなかったですね。この今私はこの移行花屋プランっていう一番最大のプランを利用してるんですけど、正直この花花プランでも十分お花楽しめるなって思いました。ユリの花がめちゃくちゃ咲きました。綺麗で、最近この辺が整ってきたので軽く紹介します。最近お家に追加されたのはこのコーヒーテーブルですね。これはイサムノグチのものです。あとはこの椅子、これは、ノルのものです。彼の趣味のものです。
だいぶリビングにインテリアが増えてきたので、9月頃にはルームツアーができそうな予感です。무심한 생각에 지쳐갈 때쯤 선명한 그대 눈 그대 품에 묻혀서 해는 밤들은 사라져
撮影してるやん。お。やろう。あ、いや、ほほほほって。痛い。